おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山、来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ。錦山はおらんのか？うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。おら、消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って真島五郎ですか？3年前島の組から消されたっていう話だったかな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか？今からでも遅ない。手下呼んでも構へんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかった。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞマジマ。Yeah!
バケモンが風間組におったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。錦山っちやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。そんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。